エイリアンロブルス公開記念エイリアンについて喋る。今回はリプリーが登場しないシリーズ。前作ネタバレしますんで、よろしくお願いします。リプリーが登場する1作目から4作目の動画も上げてます。よければチェックしてみてください。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタンをポチッとお願いします。ということで、じゃあ、まずエイリアン VS プレデター、2004年公開です。コミックではあったよね、エイリアン VS プレデター、ダークホースコミックで、まさか実写化されるとは、思ってなかった。すごいよね、びっくりしたもんね、こう発表された時。監督がポール W.S. アンダーソンさん、ポールアンダーソンって、実はポールアンダーソン、実は好きでさ、何回も出てくるけど、あの北電座で働いてる時にさ、北電座の1階に有楽座ってあったんやから、あっこでショッピングっていう映画やって、それがデビュー作やね。俺サントラ買いに行ってなんか おしゃれっぽいタイトルやな。そうそうそう、ジュードローが出てる、近未来でイギリスの、あのショッピングって S がさドルになってんのに、なんか強盗の話やけどな、まあまあ、近未来もんやって、まあ面白かった。まあまあ、でそれがバイオハザード撮るってなってさ、バイオハザードも見に行ったけど、その次エイリアン VS プレデターってびっくりしてる。バイオハザードのミラ・ジョボヴィッチさんと結婚されてる、そう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 、すごいいい人生やな、なんかだからオタクのもんな夢のような人生を、ゲームではゲーセンのゲームでカプコンが出しててエイリアン VS プレデターって、それがなんかコミックに準じてたっぽいね、なんか、あのプレデターと共闘してエイリアンと戦っていくっていうベルトアクション方式っていうか、横スクロールのアクションゲームやってるさ、今回久しぶりに見直してんけども、思ってたよりもしっかり SF 映画になってたなっていう印象があって、リプリーが登場する本シリーズにも破綻なくつながるように一応考えて作られてるやんかまあなそれなんかすごいなと思ったかな、でもなあ、リプリーあんだけ地球に入れたあかん入れたあかんって言ったらもういましたっていうのなそれもプレデターが闘技場としてな、地球を使ってたっていうのがすごいことになってたけどなまあだからプレデターがプレデターシリーズで地球に固執してる理由もちょっとなんか理由づけされてるかなとか思ったりして、まあまあまああれやけど、そ強いやつ探してんだよプレデターって。そうね、だからそれでなんかあの失敗したらリセットかけるみたいな感じになってたんか、どうなんやろなっていうのもあってそうか、まあまあまあ、だからやっぱりほぼ外伝的な作品っていうのが合うてるんかな、エイリアンの頭の風貌を盾にして、尻尾を槍にするっていう、あれが面白かった、ちゃんとな、あの人間に渡すんよねここでもウェイランド社はあんねよね、社長がビショップ・ウェイランドっていう名前、そうよね、そうランス・ヘニクセンがそのまま演じてて、ビショップ・ウェイランド、ビショップタイプやねんな、だからそうね、あでも社長をモデルにしとったの、そうね、あのエイリアン3で来た人ってあれもずっとこう血脈ということだな、いやあれはだからアンドロイドかもしれないしあ人間かもしれない、赤くなった血だからよく分からんのかな、それがぼかしてるのか、なんかその人がこの劇中で死ぬとは思ってなかったからちょっとびっくりした、はい、では続きまして AVP2 エイリアンズ VS プレデター2007年、これはね今回初めて見たの、あんまり話すことない映画まさかの続編やったからね前作の、エイリアン VS プレデターで、あの最後プレデリアン、プレデターから生まれたプレデリアンが、前作のラストで宇宙船の中でチェストバスターがはるか出てくるところで終わって、それが引き合ってんな、だからやっぱり続編あったんやっていう感じだったけど、そうかそうか、今回は SF 風味じゃなくてホラーっていうか、ティーンエイジャーが襲われるアメリカのホラー映画によくあるパターンのことを知りとってな、前作見たらてっきり宇宙がさ、舞台になるんだと思ってたら、また地球やってさ、またびっくりして、もう子供死んだもん、びっくりしてさ、あそうやな、最初の方に死ぬの、最初にな、あれでうわこれはちょっと違うかもみたいな感じで、ただもうどんどん
人間がどんどん死ぬっていう感じやったもんな、うん、なんかプレデターもなんかわからんプレデターが来てさ証拠消していってたやんか変な液体かけて溶かしてさ、はいはい、人間もエイリアも今回はだからプレデターと共闘するっていう感じじゃなかったな、そうだね、うんうん、完全に田舎町がエイリアンとプレデターによってこう壊滅していくっていう感じだったもんな、うんうん、一応このシリーズはここでも終わってんだよな、うんうん、最後もホラーって言ってたからあれやけどクレイジーズとか、うん、バタリアンとかみたいなテイストで終わってたからね、うんうん、はい、では次が、ちょっとだいぶ飛びますが2012年公開プロメテウス、リドリー・スコットさんが帰ってきたんだよね、うんうん、これは公開当時見に行ってまた今回見直したんやけども、公開当時は予告編とかからエイリアンに出てきた宇宙船とかが映っとったから、うん、まあ、同じ世界観を共有してる映画なんかなと思ってて、リドリー・スコットやしね、うんうん、なんかね最初だからエイリアンの鈴木ですみたいなこと言ってたけど、うん、作ったんだって、うん、いや違うっぽいよみたいな感じのことを、うん、公式に言ってたから、それが違うんかなと思って、似てるけど、うん、違うんかなと思って、うん、始まったら、うん、いやエイリアンの前の話でしたみたいなことを言ってたから、わかんない、いいかなと思って、うん、あんまり行くつもりなかったけど、実は行ったら、うん、なるほどねっていう感じの、まあまあそれな、うん、今言うたみたいに似てるけど違うよ路線で行っとった方が良かったような気もするな。なしがその斜め上を行く不思議な魅力のある映画やねんけども、うんうん、正直話はちょっと詰め込みすぎっていうところもあって分からないところが多いんですよね。ただそのデザインとか撮影とかはすごい素晴らしいんで、うん、かっこいいよね、うん、かっこいい、かっこいい、宇宙船のデザインなんかもその中も含めて一作目を現代的にアップデートしたみたいな感じがするし、うん、スペースジョッキーのあの望遠鏡とかあの装置の使い方っていうのをちゃんとこう教えてくれるんだ、うん、それがすごいよね、立体映像の製図がブワーって広がったりして、うん、なんか立体映像というかなんかホログラムとまたちゃうねんな、粒子がいっぱい出てきて集まって映像を作るみたいな感じの、うんうんうん、不鮮明ではあんねんけど、うん、なんかあれ見てるだけでこう、おー SF 見てるみたいな感じすんねんな、それがちょっと、ちょっと踊るね心がな、確かにね、うん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 、そういうとこちゃんとついてくるよなと思って、そうやな、うんうんうん、最初その主人公はエリザベス・ショーっていう女の考古学者さんと思わせておいて、うん、デイビッドっていうアンドロイドになってる、ね、実はなデイビッドは主人公っぽいもんな、うん、の考えでもな、うん、このデイビッドの行動が不可解やからちょっと見てて混乱してしまうところはあんねんけども、まあ、それとか他のキャラクターのちょっと謎めいた行動なんかも含めて疑問を持たんと、怒ってることを素直に受け入れたら面白く見えるというか、なんじゃそれなんでやねんとか思わんと、うん、うせやなあのエンジニアっていう白いムキムキの宇宙人、うん、あれらもおもろいね、なんか突然切れ出すし、そうそうそう、いきなり怒んねんな全然わけわからんねんけど、うん、だからウェイランドが偉そうやから怒ってかなり暴力的な切り方してる、すごいよな、もしかしたら人類を創生したかもしれん存在やのに、うん、そうむっちゃ暴力的やねん見た目通りの筋肉ばかりブチって首切ってな、その首でバーンって殴りようからむちゃくちゃしよるやなってそうそう、その首を切られんのがデイビッドってアンドロイドで、それはこれまでのエイリアンシリーズのアンドロイド、うん、末路を踏襲してるというか、ちゃんと踏襲してるな、そういうとこは律儀やねんな、ほんであの一作目にも出てきた宇宙船がエンジニアが運転して地球に向かおうとするやんか、うんうん、ちゃんとな飛び方がな、ああいう飛び方なんやっていうの、それも一作目から、うん、知っとったら、ああ初めて飛ぶと見れたと思ったら、うん、プロメテウス号の特攻で阻止されるんだけども、うん、それがまた墜落してきて、ショーと、うん、ウェアの娘の娘さんな、シャーリーゼロン、シャーリーゼロンのが走って逃げんねんけど、逃げねんな、そこついてくるようにコロコロコロってこう転がってくるな、うわ逃げんねんな走ってな、ほんでプチって潰される、うん、だあれもでかすぎるからさ、うん、多分なあのスケール感としてさ、うん、
スカイビルとかさ、ハルカスとかの下によってそれが倒れてきたら逃げれるかっていうとこやね。なるほどな、うん、だそれは多分ああなるんちゃうかな自分でもそうか、うん、あんだけでかいもんが倒れてきたらもうどう逃げていいか分からんよ。まあそうかなんか、うん、必死やねあれは。おもろかったよねあこほんでデイビッドが、うん、私やったあのエンジニアの宇宙船運転して地球に連れて帰れますよって言ってショーに助けてもらって、うん、で帰りましょうかって言ったらもう帰れへんって言い出してショーがそれもよくわからん理由やねんけどいやだから説教したかったんじゃんエンジニアに。そういや知らんけど旦那っていうか彼氏が死んだからなのかなとかもちょっと思ったけど、うん、そ, そ, それもだからあれなんちゃう、やっぱ学者的好奇心が一番なんちゃう。そうか、じゃあ全部そういう行動理念なんちゃうかな。そうなんか、みんなそういう人ばっかりやから、うん、だからちょっと見ててついていかれんとこがあるのかな、うん、そうなんちゃうかな、うん、確かにちょっと感情だけでは動いてないっていうところあるんちゃうかな。そうか、うん、全てそういうとこやったんちゃうかなと思うけどね。なるほど、そうか、うん、みんなそういう人だっていう解釈したらなんか腑に落ちたいな、うん、かもしれんな、うんうん、なるほどね、うん、よかったよかったでは引き続き2017年公開エイリアンコベナントです。これは予告編見る限り一作目のシンプルな SF、うん、ゴシックホラーに戻してるんかなと思いきやまたまた斜め上を行く不思議な映画やって、うんうん、なんかリプリーっぽかったもんな宣伝の方がな。そうやね、うんうん、であの女の人は役名何やったっけな。でもいや役名何やったっけ、人多すぎてね覚えられへんのよ、ね、ジャネットさん、ポスターでもリプリーみたいに銃構えて、うん、そうそうそう、タンクトップから着てて、うん、着てての、この人は主役と思うやん、うん、ほんならまたデイビッドは主役なんでデイビッドで始まるからさ、そうブレードランナーと同じ瞳のアップから始まってね、うん、生まれるとこから始まるんだ、だからあれ生まれたところからな、うんうんうん、どうしてもブレードランナーとの関連無理やりさせようというふうな、あれはもう関連させようというか、うんうん、そういう解釈なんやろな、そのレプリカントとアンドロイドっていうその人造人間に対しての、まあ、そうね、うんうん、リドリー・スコットさんにとっての人造人間の解釈っていうのが、うん、エイリアンシリーズとブレードランナーシリーズっていう、まあ、自分のライフワークみたいな日本柱持ってはるやんか、うんうん、で面白いのが、うん、エイリアン2のジェームズ・キャメロンさんもエイリアン2とターミネーターシリーズっていうアンドロイドを扱った日本ガリアンか、うんうん、それがなんか全然作風が違う二人やのにその日本の柱持ってるのも面白いところやなと思うんやけども、うんうん、ジェームズ・キャメロンさんはもっと単純な人間っぽいやんか単純って悪い意味じゃなくて、ね、人間臭いやんか、アンドロイドが、うん、でもそのリドリー・スコットさんのそのアンドロイド感っていうのがなんか好奇心が全てやねんなっていうのがなんか面白いなと思う、さっきもちょっと思ってね、なんやろな、だからその辺難しいな、うん、そうかもね、コベダントでもその研究してはるやんか、うんうんうん、だあのデイビッドがさ、うん、同じあの人造人間 のウォルターに説明するやん、なんか自分はでも想像できるけど次のモデルからは想像力がなくなってんねん、うん、あれはあれか、ウォルターが言うんかって、あの楽器を教える時に言うやんな、作曲できひんかな、うん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 、だから作ってる側もやっぱり そこちょっとやばいって思ってカットしてんねやろな、うん、多分なんかいろいろあったんやと思うよ、多分地球でも実は、あ、カットしてるっていうのは制御かけてること、想像力、はいはいはい、あ、うん、なるほどな、うんうんうん、好奇心に任せてエイリアンを作ってるってことやな、うんうん、なんかあのウィーランドのちっぽけの取るに足らないんだと説明しなかった、死んだっていうのを説明するときに、あ、うん、人間って死ぬやん、はいはいはい、うん、アンドロイドは死ねへんか、うん、我々はと思って、うん、ちょっとそういうとこはあるよね、うん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 、このエイリアンの誕生の下りを見たらジェームズ・キャメロンさんが作ったエイリアン2との関連性も完全にここで立とうとしてる感じがするやんか、うんうん、それも面白いっていうか、うん、なんかほんま、うん、新しいエイリアンシリーズを作るんじゃなくて、うん、俺の考えてたエイリアンシリーズはこうやったんやっていう、うん、なんかすごいリドリー・スコットの気概を感じるやん、うん、そこにこの日本はダオバナやねんけどな、考えたまん、うん、前なオリジナルはな、うんうん、
その想像できるできないの話で言ったらちょっと機械談を思い出したりして、ジェミニという量子機械を思い出したりしてやっぱりアンドロイドっていうテーマを扱ったらそういう風になっていくのかな。そうだね、まあ、ウォルターになりすましてコベナント号に乗ってこれからの旅を続けていきますっていう終わり方やってんけども、このエイリアンコベナントの成績が振るわんかったみたいでシリーズは打ち切りになってしまったっていう。まあそうなの、うん、じゃあロムロスってエイリアンの続きではあるけどこれの続きではないっていう体なのかな。あ、どうつながってるのかな、まあ、ちょっとそこは分からんけどな、うん、シリーズはシリーズなのかな、うん、まあ見てみな分からんけど、うんうん、まあ、デイビッドの話は一応ここで終わったんちゃうかな、うん、いや、ね、出てきたらもろけどなロムロスもう公開してるけど、うんうん、原点回帰やと思わせといてアンドロイドがデイビッドだと思うまあ見に行って確かめますわ、うん、今回リプリーが出てこないエイリアンシリーズを4本見直したわけやねんけども、どれが一番もうどれがそう、いや、あの、いや好きなんで言ったらあのプロメテウスも結構好きやねん実は、うん、うん、おもろかったのはエイリアン VS プレデターかな。俺も一緒や二人して番外編をやっぱりエイリアンシリーズあれぐらいシンプルでエンタメってしてくれないとあかんかなっていう気がする。そうやな、一番エンターテイメントってね、よく考えたらな、うんうん、プロメテウスは確かに魅力的でかっこいいねんけども、せめて2部作ぐらいにしてほしかったなっていう、ちょっと詰め込みすぎかな、うんうん、まあ、でも全然説明せえへんけどそういう手かもしれんしな、あ、うん、バランスが、そやな、バランスがなんか、うん、うん、そやな、そこは大事かもな、うん、いろいろ、まあ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 、でも、うん、うん、そんな感じですかね、うんうん、はい、じゃあ X やってます、概要欄にリンク貼ってますんでフォローお願いします。ミヤンピブログやってます、こちらもリンク貼ってますのでよかったら覗いてみてください。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタンをポチッとお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。